最後に畳のランプをやりましょう。はい、今日はどうもありがとうございます、ね、雨やんだらいいですね。もうね、もう旅行始まりますけれども、たくさんの皆さん集まっていただいてありがとうございます。あの今日で11時からこちら西岡さん、そしてテンダハウスさん主催の、宮古出会い市第4回、参加させていただきまして、この後1時半までやらせていただく西村コーチ、ね、であのこちらテンダハウスの、ね、西村コーチ紹介します。西村くん、ね、あの僕の、ね、幼稚園からの友達です。で、あの彼がテンダハウスさんに勤めていただいているおかげでこうやってね、あの何度かイベントに呼んでいただいております。そしてテンダハウスの沢田さん、沢田さんで今日は可愛い浴衣で参加してくれてます。で、しんどん屋さん、可愛いしんどん屋さんです。そしてなるみさん、なるみさんどこ行った、なるみさんね、松葉杖つきながら頑張ってます。なるみさん今日朝一番で8時前から来て頑張ってますね。皆さんこうやってね、頑張る皆さんのおかげで今日こうやってね、あの素敵なイベントができました。皆さんね、あの巡行前にね、買い忘れとかないようにね、お店素敵なものたくさん売ってます。皆さんさ、あのぜひとも買ってきてください。それではですね、畳でなんぼもね、5分で畳のすべてがわかる曲、畳でガンボやります。ガンボはニューオリンズ、アメリカのね、ニューオリンズのビートです。ニューオリンズビート、あ、来た来た、なるべさん、ご苦労さん、ね、この後3時まで頑張ろう、ね、雨でも頑張ろうぜ、あ、ね、ニューオリンズのビート、ガンボ、ガンボ、はい、パンパンパン演歌のフレーズに変わります。
仏壇で着物もなければ草履もねえ。大尊はあるけれど大きも畑も見たことねえ。そこのまねあるわけねえ。ほらの家には畳だねえ。ほらこんなに本気やだ。ほらこんな生活嫌だ。ニューヨークへ出るハレムで下車出るな。そして一番向こうからね、ロボット作った向こうで、ね、ロボット作ったりね、音楽プログラムしたりする、天才勝田博士で、動かして動かして、あなたの手を叩いてる。あ、自由にやっちゃっていいよ。ほんで、向こうね、プラマ天狗、田崎博明君、神戸から来てくれてます。そしてこちら、野村イタル君、京都でね、三味線を教えてます。今なら1時間3ペソで教えてくれますので、ね、3ペソ、はい、ぜひともですね、イタル君に習ってあげてください。でそしてこちら、吉田孝子さんでーす、ね、あのジャズのサックスをね、普段吹いて活躍していらっしゃいます。そして、後ろ、日本畳掛製造のゆるキャラ、うさんくんね、人呼んで雨を呼ぶ男ね、今日も降らしてます。で、そしてこちら、小田尾ちゃん、奈良県のね、大和高田から来てくれました。ありがとうございます。鹿の妖精です。鹿の妖怪です。そしてこちら、その次、大阪はね、阿倍野から来てくれました、南昌寺というお寺のね、お嬢さん、友沢修造さん、今日初登場、すごいかっこいいギター弾いてくれました。また参加してください、よろしくお願いします。そして最後になりました、後ろ、ね、あの下田信介さん、京都は下京区、ね、この近くでですね、あのお店もやってますんでですね、後でこっそりね、あの今日飲みに行きたいんだけどってね、あの聞いてください、ね、あの通常1万円のところを25円で今日は飲ませてくれます、ね、はい、じゃあ皆さん今日は、あ、そして僕、あの京都の上京区で、あの本当に畳屋をやってます、西脇和弘と言います。今日は皆さんありがとうございます。こんなと時代祭り、僕も見に行きます。楽しみましょう。ありがとうございました。この後この、出会い市は3時までやってます。あの